社団法人大日本言論報告会は1942年12月23日に大東は戦争遂行のための言論統制を担当していた情報局の指導のもとに設立された団体。情報局の外郭団体であり、戦時下における事実上唯一の評論家団体であった。1942年5月に設立された日本文学報告会が 数多くの文学者を網羅的、反強制的に会員としたのに対し、この大日本言論報告会は戦争に協力的とされる評論家たちの中から情報局職員の立ち会いのもとで会員を選んだ。これら会員は情報局や軍部の庇護のもとで新聞、雑誌で戦争遂行キャンペーンを展開し、一方で、 言論報告会が中心となって思想戦大学講座などを編纂した。前身は1940年に設立された日本評論家協会である。1939年2月22日、評論家による自局協力団体として評論家協会が設立される。 同会は百数十名の会員を集めるが、間もなく、有名無実化。翌1940年10月5日、この絵新体制運動の中で、室伏隆信らが主導して評論家協会を開祖し、日本に評論家協会を設立した。この団体の実質的な中心は、室伏と伊佐秀夫、つくいたつおであった。 参加者の幅は広く、1941年3月の時点では約280名を数えた。第2回総会で杉森孝二郎を会長に選出。1942年4月の翼3選挙を機に、大政翼3会文化部を中心に、文化人全体を組織して一つの政治力にまで結集しようという計画が現れ、これに加担しようとした。 室伏隆信らと反対した津久井達夫らとの間に対立が生じた。また、同年5月に日本文学法国会が設立されたため、評論家の間でも同種の団体を組織しようという主張が現れた。同年7月頃から、日本評論家協会の幹部たちと、情報局の河村隆三第五部長、井上志郎第五部第三課長との接触が始まり、 8月30日には都新聞で大日本思想法国会の設立構想が報じられた。これは評論活動関係者を網羅的に参加させようとするものであった。一方、伊沢博氏、野村重信、斉藤忠志らのグループは思想戦の指導を行うための少数会員による団体の設立を拡作し、 1942年8月24日付で、大東亜思想協会構想を作成している。この、大日本思想法国会構想と、大東亜思想協会構想が、情報局の指導で統合され、大日本言論法国会構想となった。会の設立にあたっては、日本評論家協会系の動きは排除され、情報局と思想戦グループが中心となっていくことになる。 会の名称については、評論が歴史的連想上からは面白くない。学術思想報告会が人民戦線という理由で却下され、大日本言論報告会という名称が採用された。1942年12月23日、創立総会。翌1943年1月25日社団、法人設立認可、3月6日、発会式。 会長には、すでに、日本文学法国会会長に就任していた、徳富祖法が押され、専務理事には、加野小木和信、常務理事には、つくいたつお、野村重信、伊沢博史の三人が就任した。徳富祖法が、日本文学法国会と大日本言論法国会の、会長を兼任したのは、情報局が両団体を、将来的に統合することを想定していたためでは、 ないかと考えられている。定管では、目的は、国体の本義に帰省戦艦水のため会員総合の連成を、ずり、日本世界観を、確立して大東は新秩序建設の原理と、構想当鮮明体制指針、で広告内外の思想戦に転身、することとされた。定管上、総会の決議は、情報局の認可がなければ発行せず、また、会長は、 情報局総裁の推薦。役員は、情報局総裁の承認が必要とされるなど、情報局による統制が強く働いていた。直接の監督担当は、第五部第三課で、課長は一貫して、井上志郎であった。また、日本文学報告会が、会員資格に、思想上の要件を認めていなかったのに対し、大日本言論報告会では、今回の目的達成に 戦とする者を正会員資格としていた。このため、会員の選考においては、思想的選別が行われており、自由主義的と見られた人物に対しては入会の勧誘が行われなかった。勧誘されなかった人物に、清沢清馬場詰子、マシモ新一、三木清三田関助、石坂泰蔵上近一子、 川島武義、野より修一、有沢博美、小島敏夫、本城栄二郎、森戸達夫、竜慎太郎などがいる。また、田辺元のように、入会を勧められながら拒否した例もある。女性役員では、理事に、市川ふさ参三与に、山高茂里、表議員に、竹内修玄夫と、川崎夏が名を連ねている。 会員数は1943年3月末の時点で847名、翌1944年3月末の時点で969名。1943年7月21日、第一回婦人会員懇談会が開かれ、羽本子らコ9人の女性会員が出席した。ただし、婦人会員懇談会はこれを最後に開催されていない。 1943年8月30日の第7回理事会で、津久井達夫が、常務理事、総務部長を辞任し、公認に、斉藤氏が就任。この前後から、右翼からの西田哲学、京都学派や、中央公論、改造等に対する攻撃が強まるようになると、言論報告会は、次第に、 言論抑圧への加担を強め、ジャーナリズム関係者からの反感を招くようになる。その転機となったのは、読書人1943年7月号における、西田哲学、京都学派攻撃だったと指摘されている。ただし、この攻撃自体と言論報告会との関係は、明確ではない。1943年10月1日、帰還し、言論報告が相関される。 発行部数は、第3号まで2000部、第2巻第5号まで、発行部数7000部、60から80ページ台を維持する。6月号から14000部に増加するが、ページ数は半減した。1944年頃になると、ジャーナリズムとの関係は、険悪なものとなり、野村重心調査部長が、中央公論、改造、文芸春秋。 日本に評論の四紙の出版整理を主張する一方、雑誌社や新聞社からは思想暴力団扱いされるようになる。1944年7月に東条内閣が倒れると代わって登場した小磯内閣の尾形武虎情報局総裁は言論調達を主張して言論統制の緩和政策を取る。このため言論報告会は次第に 政権とも対立するようになる。1944年7月7日、第15回理事会で、かのこぎかずが理事長、事務総長に昇格。10月2日、第17回理事会で、野村重信が常務理事を辞任し、同月末の第18回理事会で公認に、森本忠氏が就任する。 これは、ジャーナリズムと対立していた野村からもと、朝日新聞記者の森本に交代させることで、新聞との関係回復を狙ったものではないかと考えられている。1945年初頭には、言論報告会の幹部の中に、陸軍の一部将校による、軍政志向のためのクーデター計画に加担する動きがあったという。 1945年1月19日、熱海の徳富祖宝別邸で緊急理事会が開かれる。この場で祖宝は、天皇ご神聖陸海軍の統合、人事刷新などを内容とする広告革新の十箇条を提言し、この十箇条は建白書として、1月20日に、カノコギリ長から小磯国秋首相に伝達された。また、5月4日には、 鈴木勘太郎首相に対し、非常体験の発動創生を求める、権議書が提出されている。5月25日の山手大空襲により、言論法国会事務所が被災。これにより事実上の活動休止に追い込まれる。1945年8月15日、終戦により損立の意義を終了した、として、社団法人会三人化申請書を情報局に提出。 8月21日、解散認可。なお、定款上、解散には総会において、出席会員の過半数の表決が必要とされていたが、事務局は、自局切迫を理由に、総会を開かずに解散申請を行い、8月25日付で、事務総長、カノコギカズノブの名義で出された、新聞広告、大日本言論法国会会員所見に、 次げによって解散の事実を会員に通告した。1946年1月4日、GHQ が超国家主義団体として解散対象に指定。さらに、役員は公職追放の対象となった。通常、学者、文筆家の追放には G 校が適用されるが、大日本言論報告会の役員には C 校が適用された。これは、 民政局が大日本言論報告会を強力な思想団体としての実態を有し、思想潜水校のための指導的影響力を実際に振るう存在とみなしたためである。その後、追放解除となり、言論会に復帰した者もいる。戦後、大日本言論報告会、日本文学報告会の関係書類は焼却処分されたはずであったが、情報局の幹部職員が、 密かに保存していた資料が、後に、古書業者を通じて、関西大学図書館に持ち込まれており、2000年に、英印本として復刻されている。ただし、日本文学法国会関係書類は、全文が収録されているが、大日本言論法国会関係書類は小6で、全9冊のうち5冊から抜粋したものである。設立時の役員は、以下の通り、ありがとうございます。